皆さんこんにちは、某ゲーム攻略サイト低評価のカードだけでデッキを組んでランクマッチに行く動画第2回目やっていこうと思います。今回ウィッチ編ですが見てもらえば分かる通り最大の危機に陥っています。土を生成するカードが1枚しかありません。はい、太陽を除いてロレア、さらにスペルカードが4枚しかない上にひどいストームレイジ以外ちょっととても現環境で使えそうにないカードばかりです。ちょっとね2日間ぐらい悩んでデッキ構築考えたんですが、僕はちょっとあることに気づいて、結論を導き出しました。はい、それがこちらになっています。はい、まあ、低評価ウィッチの中では最大級のコンボを用意できたと思うんで、動画内でねお見せしようと思います。それでは早速対戦の方に行きましょう。はい、対戦相手はロイヤル、そして先行になりました。よし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 、まあ、これはキープかな。サミーもいいですね。先行であればサミーはなかなか優秀なカード。ロイヤルかー、しかも相手の方今 MP1 万で昇格戦っぽいんですよね。これを通すわけにはいかないと性格悪いですが、ここはね何としても勝ちたいところです。1ターン目はないですよね。アグロだったらちょっと困るな。1ターン目やめてくれ。ああ、まあ、高校なんでね。高校であれば、まあ、イメラもそんなに強くないかなと。マジックガンハンター。まあ、サミーからですね。ハンドにマナリアカードがあれば、ジルからプレイしましたが、ないのでね、サミーからでいいでしょう。ここどうしますか？ここというか次。エウロペはなるべく切りたくない。めんどくさいの来たな。これマジックガンハンターって実は、通常時には突進能力ついてないんですよね。これ使いにくいな。どうしよう。でもエウロペも切りたくない。魔法図書館？いや、ま、さすがに並べますか。で、ここは当たっておいた方が良さそうですね。はい。まあ、なぜかっていうと、次突進系出されてしまった場合に、二面処理されてしまいますからね。こうしておけば、そう、OKOK。これならいいかな。で、まあ、ほぼほぼイメラにしたと思うんですけどね。どうだろうな。もうこれで一気にスペルを全部サーチしに行きます。はい。まあ、魔法剣すでに1枚引いているんで、1回分のサーチ無駄になりますけど、デッキは圧縮できるんでね、コンボカードも引きやすくなるでしょう。ナイトベアか。なるほど、ネズミを隠してくる。いや、これは厄介だな。エルザ、エウロペで行くしかないですね。まあ、一応必殺ついてるんで、飛び道具の少ないロイヤルであれば、こういった処理しづらいかなと思います。うん。これ結構通りそうですね。まあ、最悪でもワルツなんで、多分。うん。どんなに悪くてもワルツ。それ以上は、アドになると思います。ここに必勝を誓います。まあそうか。うん、適当なやつを必進化で捨ててくる。でもこれは全然働きましたね、エウロペ。盤面は依然として厳しいですが、エウロペは十分仕事したと思います。この守護が厄介だな。相手の方、守護の使い方がうまい。お、これ来たぞ。これ来た。いける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 。では、ハインラインで、はい、ハンドのカードをすべて5回スペルブースト。ここな、持ってるかな。空風林とか桃とかあるかな。頼む、かわしてくれ。頼む、かわせ。ないならこのハインラインのスタッツはだいぶ凶悪です。バニラソートのスタッツは持ってますからね。656。しかも、3枚を5回スペルブーストしたんで、まあ、このデッキに、このデッキの中では破格の性能を持っているカードですね。はい。まあ、ただ、通常のウィッチではまずまずこいつを使うということはないんで。ワルツか。これはどう切る？聖弾あるか相手の方。あるかというか、聖弾にしたか。聖弾にされてるとかなり困るけど。この距離じゃ外しようもないさ。おっと、マダンだよな。よし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 。これあるぞあるぞ。頼む、通ってくれ。で、
ランサーも空風鈴じゃない、空風鈴多分ないし、いやもう行きましょう。いただ考えずに。さあ、そしてなぜ台本の地図が入っているかと言いますと、ここで全部のカードをプレイするためですね。はい。さあ、すべての魔法剣をボーイのゴーレムに。で、スタッツは8、9。で、相手のボード上にあるヘルスは合計で9ですよね。なんで、進化することでスタッツは9、11かな ?9、11。あ、9、10か。ごめんなさい。で、エンド攻撃6分のランダムダメージを相手に。よっしゃー、全処理。あるぞ。で、さっきもも切ってない、ランサー切ってないってことは、ここもおそらくないはずなんですよ。トップから引いてなければ。あるか。いや、絶対さっき切るでしょう。マジか。やられた。トップじゃないか、今の。マジか。くっそ。マジか、今のか。悔しい。だってさっき、スタッツ何なんでしたっけ ?78?77 か。77のハインライン行って、切らないことないと思うんだけどな。くわ、マジか。ダメだ、精神が崩壊してしまった。くっそ。ガウィン。いやもう煮るなり焼くなりって感じですよね。僕は全ての力を使ってしまった。いやでもまだ案外相手もパワー全部使ってるのか。これ案外相手も苦しい説ありますね。ラッシュミングランサーどうしようもない。くそー。授業開始だ。でもハインラインのスタッツは普通に強いですね。さあいるのか指揮官カード、優秀なカードは。まあオマルとか来たらもう普通に負けですが、ワルツもいたか。いやでもまあ7ターン目時点ではワルツプラス正弾はできなかったから、ボーイが通ればって感じでしたね。ダメだ。あれが悔しくてずっと気にしてしまう。ライトニングランサー。いや、これ終わったか。ここ取るしかなくて、決勝層置いて、いや、決勝層置くなんてひよったら負けですね。これは全部並べて。総力戦だ。ペガサス決勝像。しかも決勝像ですからね。あー、アルミアス明治かー。対戦ありがとうございます。悔しいなー。悔しい。まあ、勝つまで頑張ります。はい。まあ、コンバでも決めれたんでね。対戦ありがとうございました。グラマス昇格ですね、おそらく。相手の方。くそはい、対戦相手はエルフ。そして高校になりました。よーし、ハインラインは引けてますね。サミー、まあ、返しますか。いや、ジル返してよかったかもしれない。まあまあでもジル2枚引けたんで、これならジルスルーされるパターンだと美味しいですね。まあスルーはなかなか、いやでも案外ジルってスルーされますからね。全然こんなの気にする必要ないだろうぐらいに思われてるんで。ジル、ジル、ジル。マナリアデッキですね、まるで。これ実はハインラインもマナリアなんですね。タイプマナリア。おー、新緑の加護。バフデッキか。魔術の全てを教えましょう。何系ですかね。バフエルフという可能性も一応ある。森嵐持ってるか。まあそういうことですね。森嵐持ってたんで2ターン目浮かなかったっていう感じでしょう。いや、しかも2-1。
先に図書館の方がいいかな。うん、デッキ圧縮もできますし、次ジルジルみたいに動ければね。ん？なんだお前なんだこいつあーそこにバフ乗るか。まあまあいいか。ではジル2枚切って、相打ちすれば一応マナリアカード手に入るんですが、まあそこまでやる必要ないですね。ここは一方で相手の方まさか低評価縛りやってるのか森の哲学者でしたっけ。あ、ん？違う、こいつじゃなくてどれだ、これか433ファンファーレ味方にバフをしてフェアリー2枚を加える。へー、あ、2枚なんだ。思ってる強いな。へー、あ、全然強いっすね。2枚なんだ。ん？狙撃がうまい。あー、まあどのうち全処理っていうパターンか。いや、これちょっとよろしくないですが、進化を温存してくれたのは助かります。これキリン進化で、さあこのデッキの裏エースキリンくん、攻撃時、攻撃力と同じダメージを与え、さらに、ターンエンド時2バフを受けます。まあ、47勝負が残れば上等ですよね。うん、一応魔法剣3枚地図は引き切ってるんですが、ちょっとバフを与える対象がいないな。まあ別にハインラインにかけるっていうのでも全然いいんですけど、できればやっぱボーイのゴーレムであったりキリンにかけるみたいなのが望ましい展開です。まあキリン今切っちゃったんですけどね。まあこのターンはでも切らざるを得ないから仕方ない。お、案外これは刺さっているか刺さっているのか、まさかキリン、インセクトキングで3点。はい。体育まだあんのかいや、まあ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 。まあまあ、いいんじゃないですかね、これで。進化はなし。ボーイのゴーレム引きたいぞ。キリン！これは、キリンパターン来るか？で、進化は切りません、当然。範囲内を立ててターンエンド。これ超最強のキリン爆弾しますね。すごい小学生みたいな言葉遣いしちゃいましたが今。でハインライン自体も結構強いんですよね、スタッツ。フェアリーウィスパラー、できれば大型のスタッツを並べてほしいところではあります。当たって、あー、まあ多分インセクトキングですよね。小粒、いやでもこれキリン多分一生突破できないあるないやこれキリン一生突破できないありますね。進化は切らない。うん、とことん渋るな。行くぞ行くぞキリン。あー、また来てくれたいやこれは嬉しいありがとう、こいつなんか友情を感じました今。ボーイのゴーレム、財宝の地図、行こうかやありだな。魔法剣魔法剣魔法剣、さあ全てを焼き切ってくれ。当然ランダムダメージなんで気持ちいいこれもらっただろう。リラがいれば取れますが、いるのかリラ。さあどうだ、取れ、リタイアリタイア来たかさっきはクーフーリに泣かされましたけどね。8、9はまあ、ボードなしの状態で取るっていうのは、本当に確定除去系がなければ厳しいですし、現環境って確定除去、ロイヤルはモリモリ積んでる、確定除去っていうか、まあ、大型に対する対抗手段をモリモリ積んでるんですが、案外他のリーダーって少なめなんですよね。前までの環境に比べれば。さあ、2点は与え、残り7。取る3段があるのか？厳しいですよね、だいぶ。フェアリー、なんならハンドほとんどフェアリーよし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 これはもらったか。ちょっと待ってよ、移行置くのもありなんですが、いやさすがにないでしょう。うん、ここはサミー、そしてキリンかな。
これで処理しなければいけない対象を2体に増やしましょう。もうここで手を緩めてはいけませんからね。よし、すごい強く見える盤面がめちゃめちゃ強く見える。カシオペ、あーなんかドロソが引けなかった感じなんですかね、相手の方。これはもらったでしょう。フェア、あーはい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 。じゃあちょっと足りなかったのかな、さっきパワー。いや、んなことないか。ただこれは、うん、エウロペ走らせればいいですね。ちょっとね、まだ怪しいなこの勝負。いや、ここエウロペじゃないですね、おそらく。エウロペ走らせれば残り2点までできますが、いや、ここはゆっくりやりますか。はい、ハインラインプラスエウロペ温存かな。あ、そうか、でこう8点は通していいか。8点は通してエンド。さすがにこれで終わってくれ、頼む勝たしてくれ、ボーイのゴーレムで勝たしてくれ。よっしゃー、対戦ありがとうございます。やったいやー、勝ったかー。 MP1 万割ってしまいましたが、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。はい、まあ、今回のコンボは、魔法剣をすべて引き、ハインラインで5回スペルブーストし、まあ、ボーイのゴーレム、あるいはキリンにバフを3回乗せようという寄せ集めでなんとかね考えたコンボでしたが、はい、まあ、最後、そしてまあロイヤル戦でも一応コンボは成立したんで楽しめました。はい、ただやっぱ脆いですね。まあその何でしょう、爆発力はあるんですけど、結局その勝ち筋としてどうしても脆いっていうのが、まあやっぱ低評価たるゆえんなのかなっていう感じでしたが、はい、まあ最後はなんとかね勝利することができて、僕は満足しました。はい、まあというわけでこのシリーズ、おそらくまたやると思いますが、気が向いたらね。はい、まあなんで、もし見てくれる方いたら、また次回の新しいクラスでの動画もねよろしくお願いします。というわけで今回ご視聴ありがとうございました。それでは。